クリシュナのおかげでなあ、ラダの呪いから解き放たれたナラクーバラとマニグリーバナラクーバラは、インド神話に登場するデーバ、ガンダルバ、または役者。アグニプラーナやバーガバタプラーナでは、ナラクーバラと呼ばれる。クベーラの子でマニグリーバの兄。妻はラムバー。後に仏教の主盛りとして、中国に伝えられ、さらに道教に取り入れられてなたとなった。 ウスで2本のアルジュナの木を咲くクリシュナと、彼を拝むナラクーバラと、マニグリーバアルジュナの木バーガバタプラーナ、バーガバタプラーナには、ナラクーバラが、兄弟と共に呪いを受けて、木の姿にされたことが記されている。カイラス山に住む財宝の神、クベーラの子であるナラクーバラとマニグリーバは、ルドラの眷属であり、地位と財産に恵まれていたため、税を尽くし、主食に溺れる生活を送っていた。 ある日、したたかに命定していた二人は、通りかかった聖戦、ナーラダに無礼を働いてしまった。その際、二人の態度を嘆いたナーラダは、反省を促すべく、二人に樹木に変身する呪いをかけ、神の百年の後に呪いが解けると予言して去った。アルジュナの創生樹となり、身動きの取れなくなった二人は全否を悔いた。長い時間を経た後のある日、 幼いクリシュナはバターを盗んだため、さらなるいたずらをしないように母によりスにくくりつけられてしまった。しかし、それをものともせずに、クリシュナはウスを引きずって歩き、普段のアルジュナのソーセージの間を通った。ウスはこの間に引っかかったが、そのまま進んだため、木はクリシュナの怪力に耐えきれずに本とも根元から抜けてしまった。これにより呪いが解けて、ナラクーバラとマニグリーバは、 五行と共に出現し、二人はクリシュナに出会えたことを喜ぶと共に、ビシュンヌに消えした。ラーマーヤナ、ラーマーヤナの第七巻、ウッタラカーンダは、それまでの話とは違って、シーターがラーバナに誘拐されていた間の提唱が主題となっており、その提唱の証を立てる逸話という体裁で、ナラクーバラとラムバーの夫婦の話が取り上げられている。ある夜、ラークシャサの王、 ラーバナは、美しいアップサラスのラムバーに目が止まった。ラーバナが言い寄ると、ラムバーは、クベーラとラーバナは兄弟だから、ナラクーバラの妻である自分は、ラーバナの義理の娘に当たる、と説いて拒否した。しかし、ラーバナは、アップサラスに結婚は存在しないので、ナラクーバラとの結婚は無効だと主張し、ラムバーを強姦した。その後、ラムバーがラーバナのことを、ナラクーバラに話すと、 奈良空ラは、瞑想をはじめ、すべての敬意を悟った。怒り狂った奈良空ラは、今後、ラワバナが、女性の意志に逆らって、強姦に及ぶとかしらは7分になる呪いをかけた。このことがあったので、シーターは、ラワバナに誘拐されている間も、体操を守ることができた。カラーアップールのウダヤム16世紀に、ビジャヤナガル王国の詩人ピンガリスーランナによって、書かれた、 カラープールノーダヤムの主要人物の一人が、ナラクーバラである。クリシュナに仕える救助に、カラバーシニという美女がいた。ナーラダは、自分の弟子で、ガンダルバのマニカンダーラと、カラバーシニとの二人は、展開でさえ並ぶものがない、と評したところ、居合わせた、ガンダルバのナラクーバラとアプサラスのラムバーが聞いており、怒った、ラムバーは、自分とナラクバーラの方が優れていると主張し、抗論になった。 そこで、ナーラダは、ラムバーの特徴を備えた女とナラクーバラの特徴を備えた男がいれば、ラムバーとナラクーバラの普及の愛も万全ではないだろう、と言って、議論を終わらせた。その後、カラバーシニが、ナラクーバラに思いを寄せていて、ラムバーに嫉妬していることを知ったナーラダは、思い上がった、ラムバーを懲らしめるために、カラバーシニを弟子にして、音楽を教えた。しばらくして、 奈落クーを探し求めるカラバーシニは、ある成就者に出会った。成就者は、奈落クーと、ラムバーの居所を知っていたので、カラバーシニは案内してもらったが、着いた場所はドゥルガーを祀る寺院だった。成就者は、カラバーシニを生贄にしてさらなる力を得ようと、企んでおり、カラバーシニはそのクワを寺院にいた老女から聞いて、震え上がった。まさにカラバーシニの首が跳ねられようとする瞬間。 その老女は割り込んで正体を表し若く美しい姿へと変化してカラバーシニを助けた。一方寺院の主のドゥルガンは残酷なジョージシャを不愉快に思ってカラバーシニともども吹き飛ばした。飛ばされた先でジョージシャはカラバーシニに襲いかかろうとしたがカラバーシニが悲鳴を上げると奈良バ原が現れジョージシャは逃げ出した。ようやく奈良空に出会えたカラバーシには ラムバーへと変化して、ナラクーバラを誘い思いを遂げた。しかし、そこへ、本物のラムバーが現れ、二人のラムバーがそれぞれ、自分を本物だと主張する事態になり、ナラクーバラに判定が委ねられた。ナラクーバラは見事に本物を言い当てて、偽のラムバーであったカラバー氏には、本物のラムバーに、剣によって死に至る呪いをかけられた。その直後に、ナラクーバラがもう一人現れ、 今度は二人のナラクーバラがおののを本物だと言って、口論となるも、ラムバーが後から来た方を本物だと言い当てて、偽のナラクーバラは、本物から死の呪いを受けた。先に上就者を追い払って、偽のラムバーと結ばれ、本物のラムバーを言い当てた偽のナラクーバラは、ナーラダの下で、カラバーシニと共に音楽を修行した、マニカンダーラだった。そういった、 複雑な状況を、おのおのが告白し合ううちに、計らずもすでに結ばれていたカラバーシニとマニカンダーラは、お互いが、真に愛すべき運命の相手だったことを悟り、改めて二人は愛を誓い合った。しかし、二人ともが、死の呪いに侵された身であることはいかん。ともしがたく、カラバーシニは、根性を諦めて、来世でマニカンダーラと結ばれる決意を固めた。そこで、カラバーシには、 自分を殺そうとしていた成就者に改めて自分の首をはねるように頼んだが、成就者は先ほどカラバーシニを助けた女に、カラバーシニを殺さないと約束していたため、その話を拒否した。仕方なく、カラバーシニは自分を殺す役目をマニカンダーラに果たしてもらうことにした。マニカンダーラは愛するカラバーシニ殺すことができずにいたが、 旅重なるカラバーシニからの切なる訴えに心を動かされ、ついにカラバーシニの首をはね、自身は闘身自殺のために訪れた山で、ラークシャサと戦って相打ちになり戦死した。このカラバーシニの勇敢な決断と行動にドゥルガーは、大変喜び、彼女を即座に復活させて、家まで送り届けた。一方のマニカンダーラは、上就者の子からプールな王として転生し、 さらなる右翼曲折の後にカラバーシニの転生者、マドゥーララーラサと結ばれ、末長く幸せに暮らした。ナラクーバラの弟のマニグリーバはこの物語には登場しないが、カラバーシニがマニカンダーラに向かって、あなたは木に変身する呪いを受けたマニグリーバに似ていると話す場面がある。カンダーラとグリーバは共に首という意味なので、 マニカンダーラとマニグリーバは両方とも宝石の首を意味する名前であり、同じガンダルバでナラクーバラに匹敵する美しさと才能を持つマニカンダーラはマニグリーバの変名だと暗示されている。ナラクーバラは難攻不落の城塞の主で世界征服を終えたラーバナもこの鳥では攻めあぐねていた。ところがナラクーバラの妻のウパラムバーはラーバナに化装しており、 密会を持ちかけてきたため、ラワバナは彼女に気があるふりをして会うと、砦の攻略法を聞き出し、城塞を占領して、ナラクーバラを捕虜にした。ウパラムバーには、お前は、私の死と言える存在だが大はなく、夫婦で幸せに暮らすようにと悟して、ナラクーバラのもとへ帰らせた。ブッダチャリタ、ブッダチャリタには、社家族の王子であるガウタマシュッタールタの誕生は、 天部における奈ーバラの誕生と同程度の刑事であったと記されている。また、これは曇り無心によって簡約されており、現存する漢石では奈ーバラに研究した最古のものであると考えられている。本世系ガルダにより誘拐されるカーカーティーヒーチャータカのカーカーティーヒ本性物語にナタクベラはバーラーナシーの王に仕える宮廷学士として登場する。 釈迦は、出家者の会の踏みだらに耐えられず減続しようとする弟子に、次のような話をした。ガルダにより妻のカーカー,アーティーヒがさらわれた後、バーラーナシーの王はナタクベラに探しに行かせた。ナタクベラは、ガルダの羽に隠れて、ガルダの巣まで行き、カーカー,ーティーヒと性的関係を持った。再び、ガルダの羽に隠れて、バーラーナシーへと帰還した後、 ナタクベラはカーカー,アーティーヒと何があったかを死にして披露した。それを聞いたガルダは欺かれたと悟り、カーカー,アーティーヒをバーラーナシーの王の城へ戻した。バーラーナシーの王は釈迦の前世で、ナタクベラは現俗しようとする弟子の前世だった。密教、大工寂明王行の役者の王のリストに入っており、そこではカーピシーにスムと書かれているほか、小ボシボンゴ、タラ容器、 福剣作新編新言行、アウスツケ職種でも奈良空原に関する記述がある。また、ダラニ宗教、秘蔵金宝賞、行輪賞、忌味こと賞、新言秘宝書では、女宅原諸和歌、またはそれに類する新言が書かれており、そのうち三つは、美写門天のこの最小大使の新言である。その他、経典のリストには、以下の署名に奈良空原の名前が含まれている。 ありがとうございます。